一般財団法人住吉学園は、日本兵庫県神戸市東灘区の住吉地区で、旧無古郡住吉村の尊有財産を継承し、住吉地区における文化振興、教育助成、福祉活動を行っている組織である。名称に、学園が含まれるが、2020年現在は、学校運営事業は行っていない。1918年、財団法人シリーズ。 牧実編女学校として発足。向こ群住吉村に女学校を開設していたが、経営危機に陥ったことから、1943年に住吉村が経営一切を引き継ぐこととなった。1944年、認可を受けて、名称を財団法人住吉学園と変更。この際に、村からは毎年の補助金とともに、経営安定のために、 三輪約三ヘクタールを譲渡された。住吉女子商業学校が開校され、1948年3月末に廃校するまでは、学校運営が主な事業であった。住吉村は1950年4月に神戸市に編入される。これに先立つ合併構想の段階で、村は、尊有財産の大半を住吉学園に移譲した。なお同時に、 神戸市に編入された三影町、魚崎町、本山村、本城村は神戸市に町村有財産を上として財産区となっている。合併時には財産区に移行するのが通例であるが、その場合には財産を動かすのに神戸市長の決裁が必要になるために住吉在住の財界人のアドバイスを受け何かあった時にすぐ旧村民のために資産を使えるよう学園への 遺憾を選んだという。緊急時に使うことのできる便利な財布という役割は、1995年の阪神淡路大震災や2020年のコビットナインティーン流行に際して復興支援金の支給という形で実現されている。以後は寄贈された不動産の資産運用により、文化事業を行う財団法人へと内容を転換する。公益法人改革を受け、 2013年に、非営利型の一般財団法人として、再出発することとなった。公益財団法人とすることも考慮されたものの、1万1公益法人として維持できなくなった場合には、一般財団法人に変更することができず、解散するしかなくなることが懸念されたという、ありがとうございます。